て悔しくて立ち上がる汗と涙その先にと上がる自分の力で開けるしかなかった誰にも助けてもらえないなぜ希望はいつも遠い場所で輝くのだろう指先は届くのかもし君がいなかったらふるさとに帰ってた言い訳を探しながら逃げたはずいつだってすぐそばで励ましてくれたから目指してたこの場所に来られたんだ道なんて